こんにちは、平出祐介です。リットーミュージックより発売中の3年後、確実にジャズピアノが弾ける練習法のレクチャーをしていきます。はい、今回はですね、本でいうレッスン9ですね。はい、ジャズらしさを知ろうということで、ジャズらしさとは何なんだっていうところなんですけど、多分その本の多分レッスン8で、コードの角はね、3度と7度っていうことを多分説明したんですよ。はい、でそれを読んだ上での、お話なんですけど、今日はね動画ね説明したいと思います。ここにね3度と7度ね、あります。でこれC メジャーセブンスにおける3度と7度ですね。でこれが、1度の音です。これルートと言います。はい、1度そして3度そして7度で、これはもう何回も言いますけど、レッスン8でね前でもう勉強したはずです。はい、で今回ジャズらしさを知ろうということで、ジャズらしさを知りたいということで、何がキーワードになってくるかというと、今ね、ルートそして3度7度音なんですよ。でこの音に、2つ音を加えたいんですね。2つ、で、サウンド的に言うとこういうふうな音なんです。こういうふうな音、なんかこうリッチになる、感じしますよね。で、この3度と7度なんですけど、で今リッチになりますよねって言った音が加えるのがですね、こことここなんですね。この音、こことここね、ここです。これが、5度の音です。でこれ9度の音です。これね5度と9度で、5度と9度の音を加えると、さっきみたいなこういう音になるんですね。これが、ジャズらしさを知ろうプラスこうジャズのコードのね一番基本的な音に、なってくるんですね。はい、ということでもう一つちょっと例題、やってみましょう。では次はですね、趣向が変わって、Fm7 ね、Fm7 を作ってみましょう。ね、Fm7、まずルートね弾いてもらって。1度の音がルートです。で1度イコールルートとここに書いてますね。で次は何を探すかというと Fm7 の3度と7度の音だから、この音とこの音ね、これが、3度と7度ですよっていうことね。でここから何ですか、この赤でやった先ほど言った5度と9度の音を足しますね。やってみましょう。5度の音は何ですか？5度の音は何ですかね？これですね。どの音です。これが、加わります。そして、9度の音を探します。9度の音はどれですか？これですね。9度の音これね。だからこの音とこの音が、加わります。ということでね、5度と9度を加えた、ちょっとねベースと一緒にねちょっとねサウンドしてみましょう。はい、じゃあいってみましょう。C メジャーいきます。C メジャーセブンスいきます。3、はい。もう一回いってみましょう。3、はい。次は Fm7 いってみます。3、はい。もう一回いきましょう。3、はい。はい、ということでどうですか皆さん、なんかもうすごくジャズっぽいサウンドがねなりましたよね。はい、でこれが本当にこうジャズらしさを知ろうイコールジャズのコード雰囲気を、知ろうというところにねつながってくると思いますので、ぜひね皆さんね、この3度と7度にプラスして5度と9度の音を加えて、サウンドをちょっと楽しんでみてください。はい、ということで、レッスン9、ジャズらしさを知ろう。今回はね、習得期間の目安は、2週間から1ヶ月です。頑張ってやってみましょう。